僕のいた時間、診断名は ALS、筋萎縮性側索硬化症、難病の一つに指定されています。と、ついに病気の発症を告げられた三浦春馬演じる沢田拓と、この病気のことを正しく理解して受け入れていくことが大切になります。と言われても、まあ最近は素人でもネットを使うとね、医学の情報を得ることも可能。だから、10万人に4人から6人、俺みたいに若い人あまりいないんですよね、と発言。で、実際、ALS の推定人数は、今のところ日本でだいたい6000名から7000名くらい。発症年齢は平均59歳。男性の方が 1.5 倍くらいの割で多いっていう統計があるそうで、はい、まあだから、タクトが誤診じゃないんですか、と言いたくなるのもまあわからなくもないと。うん、で、改めて、ALS に関して公式サイトでは、僕のいた時間では一般社団法人日本 ALS 協会の協力のもとドラマ作りを行っています。日本 ALS 協会は1986年、昭和61年に ALS と共に戦い歩む会として患者と家族を中心に遺族、専門医、医療関係者や一般有志が集まり設立されました。ALS 患者の療養生活の向上と治療法の確立を目的とし、特定の宗教や政治団体に属さない非営利の組織です。ALS の病気について、そして日本 ALS 協会の活動について詳しく知りたい方は、下記同協会の公式サイトをご参照ください。というふうに記されていたんで、早速日本 ALS 協会のサイトを覗いてみると、ALS という病気の概略という項目があったんで、まあそこからの抜粋。筋萎縮性側索硬化症は身体を動かすための神経系、運動ニューロンが変性する病気です。変性というのは、神経細胞あるいは神経細胞から出てくる神経繊維が徐々に壊れていってしまう状態を言い、そうすると神経の命令が伝わらなくなって筋肉がだんだん縮み力がなくなります。しかも ALS は進行性の病気で今のところ原因が分かっていないため有効な治療法がほとんどない予後不良の疾患と考えられています。脳で口や手を動かしたいと考えると、頭の中の運動神経細胞、上位ニューロンからその命令が神経繊維を伝わって降りてきて、脳幹あるいは脊髄で次の神経細胞、下位ニューロンに命令を伝えます。そしてこの命令は実際に口や手につながっている下位ニューロンの神経繊維を伝わって行き、筋肉に到達します。ALS で障害される場所は命令の乗り換えの場所、前核細胞から始まる下位ニューロンと脳から降りてくる上位ニューロンの両方です。両方が障害されると結果的に筋肉を動かすことができなくなってしまいます。したがって ALS は筋肉自身の病気ではないし、手足に行っている細かい神経の病気でもありません。主に脊髄と脳の運動神経が変性し脱落するために起こるものです。その結果手が握れなくなる、舌がシワシワになって呂列が回りにくい、飲み込みにくい、立ち上がりにくい、歩きにくいなどという症状から始まり、徐々に手足が痩せていくことになります。症状の典型的なパターンとしては、どちらかの足の力がだんだん弱くなってきて、反対側の足に広がり、次に手の力がなくなってくるというものと、手から始まって徐々に足に広がるものがあります。しかも手足では、体から遠い部位の筋肉の力がまず弱くなってきて、痩せてきます。そしてそのうちに食物を飲み込みにくくなってくる、喋りにくくなってくるという症状が出てきて、体全体の筋肉の力が2年から4年くらいで弱くなるために、息苦しさを感じるようになります。さらに進行すると呼吸が困難になり、人工呼吸器をつけるというのが一般的な経過です。また手足の力がなくなるのと同時くらいに言語障害、飲み込みが悪くなるという場合もあります。ってことはタクトもかなり症状が進んできてるってことですね。そして病状を自覚していくタクトは、最後の思い出作りっていう感じで恋人の本郷恵を温泉旅行に連れ出した、そして今後は自ら別れを切り出すっていう展開なんだろうけど、果たしてその時に恵みはどうするのか、それとタクトの病気が ALS ということをいつ知ることになるのか、でその後の恵みの取るべき行動とは、タイミングよくというか、恵みも介護の仕事に就きましたんで、やっぱりそれがうまいことをこう二人をつなぎ止めるというか、と思うんですけどね。まあそのあたりのことも含めて、演じる多部未華子自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、本郷恵を演じるにあたってけなげで一生懸命で感情が表に出やすくてというのは意識しているところです。
それから ALS を発症したタクトとの今後については、タクトとめぐみもまだ若いですしね、これが夫婦だったらまた考え方も違うかもしれないですけど、でもめぐみはやりたいことをこれまでは見つけられずにいて、何をやりたいのかずっと悩みながら生きてきてもいるので、好きな人が病気になった時にそれを支えようとすること、もちろんそれはとても大変なことだと思いますけど、めぐみにとっては救いにもなるのではないかなと思うんです。誰かのために自分ができることを見つけることができたと考えると、見方が変わったというか、初めはめぐみは大変だな、好きになった人が病気になってしまってと思いながら台本を読んでいたのですが、めぐみにとってタクトの存在がすごく大きくて、それが彼女自身の救いでもあるのかもしれないと思ったら、すごく気持ちが楽になって、そう思うとタクトとめぐみはいい出会いだったと思うのです。ということで、とにもかくにも僕のいた時間、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。